ィークリー姫路の時間です。夏休みも後半になりました。宿題は順調に進んでいますか？残りわずかとなった夏休み、有意義に過ごしてくださいね。それでは今回も姫路市内の行事やイベントからお伝えしていきます。まずはじめに、人権の集い響き合う心ふれあいの広場が8月4日姫路市文化センターで開催されました。8月は人権文化を進める市民運動推進月間です。一人一人の市民が同和問題をはじめとするさまざまな人権問題について正しい理解と認識を深め、人権意識の高揚を図ることを目的として、8月と12月に人権の集いを開催しています。まず長年にわたり校区人権教育の推進と充実にご尽力いただいた人権教育推進功労者22名に岩見俊勝姫路市長から表彰状が手渡されました。おめでとうございます。また姫路市内の小学校、中学校、特別支援学校、高等学校の児童生徒から応募があった人権ポスターと人権標語の特選者に中杉隆夫教育長から表彰状が贈られました。標語682点、ポスター659点の中からそれぞれ特選作品が選ばれました。講演では羽衣国際大学教授でタレントのニシャンタさんが、違いを楽しみ力に変える多文化共生新時代をテーマに話されました。次に、世界遺産姫路城マラソン夏休み親子で寒平ランが8月8日大手前公園で開催されました。夏休み親子で寒平ランと題して開催されたこのイベントは、来年2月28日に開催する世界遺産姫路城マラソン2016の PR の一環として開かれたものです。今年の大会に続き、応援軍師を務めるタレントの狭間寛平さんと、応募のあった小学生と保護者140組280人が参加しました。どうぞ。軍師寛平、イエーイ。見てください、ちゃんと文字を後ろに書いてます。寛平やで、すごい寛平って書いてます。イベントは午前8時30分から始まり、早い時間から強い日差しが照りつける中、準備体操の後大手前公園をジョギングしました。一周およそ200メートルの特設コースを給水を挟みながら自分のペースで走りました。寛平さんは熱中症予防のために準備した水鉄砲で参加者に水をかけてエールを送りました。寛平さんへの質問コーナーもありました。マラソンを始めたきっかけは何ですか？夢に見たからです。はい。まあ、皆さん知らないけど、お父さんが走って疲れてる時に、元気が出るギャグを教えてください。はい。夏休みのいい思い出ができました。ありがとうございました。楽しかった。世界遺産姫路城マラソン2016のランナー申し込み受付は8月31日月曜日午後5時までです。合わせて現在大会を支えていただくボランティアも募集しています。詳しくは姫路市姫路城マラソン推進室までお問い合わせください。続いては広報推進のコーナーです。姫路城がグランドオープンして、たくさんの方が姫路を訪れてくださっていますね。はい。そしてグランドオープン後の入場者数が7月にはなんと100万人を達成しました。ところで皆さん、姫路城の内堀では和船の運航が行われていることをご存知ですか？
和船の運航は市民や観光客に対して姫路城をはじめとした文化財の保存継承に対する理解を深め観光振興につなげることを目的として平成25年3月末から始められました。毎週土日祝日に1日10便1回およそ30分間運行されています。こちらが和船の乗り場です。今回は特別にロコギ体験ができるということでやってきました。こんにちは、船頭をしています大和田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの船が和船の運航に使用される船ですね。はい、この船です。この船は和船の播磨という名前で2年前の25年の3月に完成した船になってます。長さが10メーター弱で幅が 2.2 メーターの和船で、殿様が渡上する際にですね、お堀で船を渡って短縮して渡上したんです。使用された船になってます。はい、それでは早速体験してみましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。乗船前にはライフジャケットと菅笠を着用します。はい、行ってきます。はい、それでは炉の漕ぎ方を説明させてもらいます。この炉は何も固定はかっちり固定されているわけじゃなくて、このロープとあとあそこにロベソっていうのがあるんですけど、ここに乗っかってるだけなんですよ。なのですぐこう外れちゃうので、漕ぐときに結構コツがいります。はい、はい、で基本的にロウに力をしっかり加えて漕ぐっていうのが一番のポイントで、あとしっかり力が加わったらこのロープがピンと張ってる状態です。これがたるんでしまうとロウが浮いてしまうので漕ぐことができなくなっちゃうので、しっかりこのロープをピンと張った状態でぐっと力を入れてもらったらいいと思います。はい、それでは実際に漕いでもらいましょう。はい、はい、それではどうぞ。はい、こちらの方来てもらって、はい、ね、こういう感じで奥に、あ、もう外れちゃいましたね。すいません。手前に倒してぐっと、で押す、押して横に倒して手前に引く、はい、ぐっと押して押す、引く、全然進んでない気がします。進んでますか？はい、進んでます。ゆっくりゆっくり進んでます。おーっす。では長野さんお願いします。はい、交代します。はい、どうぞ。はい、手はこうです。で、ぐっと手前に押す、奥に押したときに手前に引いて手前に倒してぐっとします。あ、で、重い。見てぐっと思ったより重いですね。あ、でもちょっと進み始めたら推進力も、私どっちが強い感じですか？まあ、押す方がやっぱ強いですね。結構皆さん押す方が強くなっちゃいます、ね、結構こう全身の力を使わないと難しい。和船に乗りながら船頭や姫路城のボランティアガイドによる石垣やお城の解説を聞くことができます。ここはお城の、西側ですね。方向園のちょうど東側にあたるお堀のところなんですけど、この今目の前に見えているのが方向園ですね。で、右側に見えているのは一番内堀の中で一番高い石垣のところに、10メーター80ぐらいあるところです、ね、今上に見えてる櫓ですね、二重の櫓ですけど、あれ和の櫓っていう櫓で、千姫さんの百間廊下があるところのちょうど靴を脱ぐあたりの場所が今見えてる場所になります。
予想以上に難しかったのですが、大きな船を自分の力で動かしていると思うととても達成感がありましたね。また船の上から普段は見ることができない姫路城の景色を楽しむことができました。和船のロコ見体験は去年から行っています。また来年の開催も期待したいですね。はい、通常の和船の運航は11月29日日曜日まで行っていますので、皆さんぜひご利用ください。和船の他にも姫路城周辺では様々なイベントが行われます。姫路城西お屋敷跡庭園考古園では気軽に楽しむことのできる煎茶会が開かれます。日時は9月13日日曜日午前10時から午後4時まで、開催場所は考古園内の超音祭です。また中秋の名月の9月27日日曜日には姫路城と考古園で観月会を開催します。姫路城では特設ステージで琴や和太鼓演奏など郷土芸能を披露するほか、地酒やお月見団子、姫路おでんを販売します。お茶席や望遠鏡を使った月の観測コーナーなどもありますよ。考古園ではライトアップされた日本庭園を散策できるほか、和楽器の演奏会や月見茶会が開催されます。月と和の伝統文化との共演を楽しみながら、秋の夜長のひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。姫路城の周りでは夏も秋も様々なイベントが行われているのですね。はい、皆さんもぜひ姫路の四季折々の観光をお楽しみください。世界城フォーラム in 姫路公開収録観覧車募集のお知らせです。日時は9月19日土曜日午後5時から午後8時まで、場所は姫路市文化センター大ホールです。定員は1400人程度です。お城に造詣が深い著名人や学識経験者らが世界の名城と比較しながら姫路城の歴史や魅力を語り尽くします。出演は奈良大学学長の千田義弘さん、俳優の石原良純さん、女優の菊川玲さんほかです。観覧申し込みは8月25日火曜日までに往復はがきで往診用裏面に必要事項を、返信用表面に郵便番号、住所、氏名を記入の上、姫路市シティプロモーション推進課までお申し込みください。お一人様1枚のお申し込みとなっています。往復はがき以外でのお申し込みは受付していません。入場整理券1枚で2人まで入場が可能です。1歳から入場整理券が必要です。抽選結果は9月7日月曜日に発送予定です。詳しくは姫路市シティプロモーション推進課、電話番号079-221-2116までお問い合わせください。姫路教育フォーラム2015の参加者募集のお知らせです。日時は8月27日木曜日午後1時から午後4時まで、場所は姫路市市民会館です。入場料は無料です。このフォーラムはふるさと姫路の未来を開く人づくりのため、子どもの教育を社会全体で支援していこうとする運気を高めていこうとすることが目的です。姫路出身の絵本作家である長谷川修平さんによる絵本の制作を通して気づいたことのお話や、ソプラノ歌手の林由美子さんによるふるさとの歌、姫路市内の小中学生による古典名文暗唱など、ふるさと姫路と言葉をテーマとしたフォーラムです。詳しくは姫路市教育委員会学校指導課、電話番号079-221-2120までお問い合わせください。今回のウィークリー姫路はいかがでしたでしょうか。次回もどうぞお楽しみに。それでは今回はこのあたりで失礼します。さよなら。